現在のカナダ縦上地の分布。図の赤い部分。カナダ縦上地は、北アメリカ大陸、中央から北部カナダに広がる先カンブリア時代に、形成された非常に古い岩盤。長い間安定し侵食されたため縦を伏せたような、緩やかな構造を示すのでこう呼ばれている。カナダマニトバ州、フリンフロン付近から見たカナダ縦上地の風景。 おそらく20億年以上にわたり、侵食を受け、産地はほとんど見当たらない。遠方に見えるのは、ビッグアイランド湖。変魔岩や、花崗岩で形成されており、氷河で何度も侵食されていて、表面には薄い土の地表が少しある。鉱物資源の豊かな地盤で、金、銀、ウラン、銅、亜鉛が産出されている。 ローレンシア大地とも呼ばれ、薄い土壌が覆っただけの岩石地域で北米あるいはローレンシア地界の核を成す。五大湖から北極海、グリーンランドまで広がる。カナダ建上地は太古代のプレートが寄せ集まって、現世代のテレーニア、大石盆地が孵化したもの。24.5億年前から12.4億年前に合体が進み、19から18億年前の トランスハドソン増産運動で最も成長した。北米大陸で初めから海面より上昇し、海の侵入から免れ続けた。地球上で太古大岩石が最も広く露出する場所である。編成基盤岩類は大部分が先カンブリア時代で繰り返し有機侵食された。今日見られるのは標高300から600メートルの低い山地である。 氷河期には、氷が地面を押し付け、無数の湖を掻き取り、土壌を運び去った。この氷河作用も水系が発達していない下人である。南部では森林に覆われ、北部ではツンドラになっている。人口はまばらで産業はほとんど発達していないが、水力発電の潜在力を有し、鉱石と木材資源がある。カリブークズリ、イタチ、ミンク、 カワウソ、グリズリー、ホッキョクグマ、アメリカグマなどの哺乳類が生息。ありがとうございます。